大原遊学安政5年3月8日は、江戸時代後期の農政学者、農民指導者。下宇佐国香取郡長部村を拠点に、天保9年に、先祖家組合という農業共同組合を世界で、初めて創設した。大原遊学で記事母所出自は明らかでないが、終わり藩の活臣大道寺直方の次男として生まれたとの説もある。若き頃は、 大道寺サモンと名乗っていたという。号は静か。遊学の語るところによると、18歳の時植え合って、感動され、美濃山と、京、大阪を長く放浪していたという。はじめは武芸、の父友から、占いの手法を身につけ、液船、乾燥、降雪などで、流浪の生活を支えていた。その後、神道、儒教、仏教を一体とする。 独自の実践道徳である、生学を開いた。天保2年に、暴走を訪れ生学を講ずるようになり、門人を各地に増やしていった。そして、天保6年に、椿の海の干拓地の干潟八万国にあった、おさべ村に招かれ農村振興に努力することになった。遊学は、先祖株組合の創設のほかに、農業技術の指導、高地整理、失素権薬の奨励、 博地の禁止、また子供の教育、しつけのために替え子制度の奨励など、農民生活のあらゆる面を指導した。海心楼という共同書も建設された。海江元年2月に、小遣村の領主清水氏は、小遣村の復興を称賛し、領内の村々の模範とすべきことを触れている。海江5年、反感を持つ勢力が、 海心路へ乱入したことをきっかけに村を越えた、農民の行き来を怪しまれ、環状奉行に取り調べられる。安政4年に押し込め100日と海心路の帰画先祖株組合の解散を言い渡される。5年に及ぶ、訴訟の疲労と声学を学んだはずの村の後輩を、嘆き、翌年、墓地で切腹した。著作として、ほの有言校、声学主義 口豆相当を残した。千葉県朝日市には、旧宅が残っており、切腹した場所には、墓が建立された。大っさには、大原遊学記念館がある。愛知県名古屋市の平和公園にも墓碑がある。昭和3年、聖後位を追造された。千葉県東部には、聖学餅という郷土料理が伝わっている。中井信彦。 大原遊学吉川博文館人物総書、高倉照、大原遊学殿、三輪書林、大原遊学記念館、畜作史跡三桜、路、名古屋市畜作、2021年3月16日閲覧、田尻左編、造意所見伝造補番上特使造意年表 P56、千葉のふるさと料理マイナス生学持ち千葉県庁、ホームページ、ありがとうございます。